Change it the world 生まれてきただけで It's alright It's alright コピコさん少しモラハラ気持ちのある旦那に感謝できない子持ちの時期どうしたら夫婦関係よくできるのでしょうか。その感謝ができない時ってどうしてもありますよね。で僕はちょっとそれも実際に僕もあのね他の人の機嫌を変えるっていうのはすごい難しいなっていうことでちょっとそれをなんか諦めるっていうか自分の機嫌にフォーカスするっていうことをやっているんですよね。で僕が教わったのは例えばねこの棒でこの棒の中に本当もう一つの棒が必要だよね。これが夫婦関係の棒っていうところで今本当に自分がうんちになっている。だからこの夫婦関係っていうことを考えた瞬間にうんちが来ちゃう。だから頑張ってやろうとしたんだけどもううんちがもう目の前にある。で自分が住んでいる環境がそういう旦那さんと一緒にいるからもううんちが来ちゃうんですよね。だから忘れちゃいけないのは一つのアドバイスして言えるのは別の棒を見るんですよね。これは木の棒なんだけどもしここに別の棒があったらもう自分が慣れている棒でこの棒はもう自分がうまいからこの棒をピックアップするとニコニコしちゃう、ね、だから実際になんかあの植物が好きだったらそれをお花を見るとか、ね、だからしばらくその夫婦関係の問題を手放して考えないっていうのもありなんですよね。期限的に考えていくと。でもう一つ大切なのはちょっと距離を置くっていうのもありですよね。距離が近いとなんかあの流れがね変になっちゃう時もあるのでちょっとあの関係をドライにするっていうか距離を置くと改めた視点でその人を見ることができる。でその距離を置いているとこの人のいいこといいところが見えるようになってくると思うんですよね。距離が近いとどうしても自分があんたもっとこうしろよあんたこういうふうに変えないといけないんだっていう風にあんたっていう感じになるんだけどこれを距離を置いて何々さんっていうと、まあ、何々さんはそういう方だからそれはその人の自由でいいよねって言ってそのままのその人を愛してあげて変わらなくても大丈夫っていうのを本当理解しながらやっていってでもしかしたらその人がねお前変えろよってお前が悪いんだって言ってるかもしれないよね。でそれは真実じゃないからでそれはそのなんていうのかなどうしようもできないよね。なんか本当に Why are you so difficult? ね Why are you so difficult? みたいな時もありますよね。そういう時はちょっとなんかあの距離を置くっていうかそういう自分の環境を移動するっていうのもありだし、ね、で間違いなくしない方がいいのはいやうちの旦那ダメなんだよねうち今恋愛関係の問題あるんだよねって言って問題うんちを見るんじゃなくて分かります、うんちが大変なのようんちが大変なのよあっち行きたいんだけどもう目の周りにうんちばっかりなのって言ったら絶対でっかいうんちも入ってきます。だからとりあえずそのうんちの話を置いといて OK ちょっと場所を変えてちょっと楽しいことでもやってみようかしら。私ねあの学生の時にやってた趣味とかもう一回テニスとか始めてみようかなみたいな感じで全く違う棒をピックアップしてテニス、ゴルフなんか別の趣味とか友達との時間とかでも友達といる時に旦那さんの悪口はしないことですよね。そうするとまた問題があるのよって言ってうんちはそこに置いときましょうね。うんちを自分で持ってかなくても大丈夫だと思います。うんちはそこに置いといてそうすると自分が進んでいくからまた戻った時にあうんちに見えたけど実は光だったんだねみたいな感じの視点も変わってくるんじゃないかなと思います。間違いなく僕が言えるのは愛っていうものは本物だから愛にフォーカスしようで愛にお願いしちゃってもいいんじゃないかな、うん、と思います、ね、あそうそう久代ママさんが言っているように視点が変われば感謝が生まれる。フォーカスを変えることによって感謝が変わる。感謝がその木の元ですよね。本当にそうだと思います。素晴らしい、ありがとうございますね。ママさんすごいね、嫌いな人にも愛を送れる。あこれあの僕の話よりチャットの方が盛り上がってる。やった、夢が叶った。美穂さんがクリスさんの話、他のものを見る、距離を置く、うんちを見ないです。ありがとうございます美穂さんね食事中の人注意。確かに次はぎさんごめんね、僕食事中の中でうんちうんちって言っちゃってるよね、ごめんね。モラハラは手強いですよね。十数年ぐらい大変でした。必ず道がありますよって、ね、
でそのモラハラのちょっと難しいことなんだけど、これ英語でね、あのキャンドルライトっていうのかな、キャンドルライティング、ガスライティングっていうのかな、その旦那さんが奥さんをなんかハラスメントするみたいな感じで、あんたできないよ、あんたできないよっていう、でこれは2人で納得していることなんだよね。ね、だから旦那さんがそれを持ってるから自分がそうなるっていうことではないんですよね。なんか旦那さんが言っているところの中で自分も惚れそうなんだって信じちゃうっていう部分があるから、そこをもう一回見直して、そうすると旦那さんが言ってることは本当じゃないかもよって、本当じゃないんだって気づいた瞬間、そのアグリーメント、その条件、その納得をに許可を出さない、それは真実じゃないからってお断りさせていただきますって言って、いうこともできるようになってくるんですよね。難しいよ、これすっごい難しいことなんで、僕今本当に楽なようにお話しさせていただいているんですけど、ね、本当にこれは辛いことだと思うんですけれども、本当にあの諦めないで、ね、気をどこにフォーカスするのかっていうことに使っていくと、絶対この論理でいくと自分の機嫌が変わってきて、幸せなことが頭の中に入ってきて、悪いうんちが飛んできても、あ、この程度でよかったねって言って、うんちがポジティブな視点で見えるようになっていくと、間違いなく自分の機嫌、自分の波動を上げることによって、また視点と発言が変わってきて、行動も変わってきますので、現実が絶対変わってくる。で忘れちゃいけない最後のポイントは、現実が変わるまでには時間がかかりますので、ね、今すぐ現実変わって、今すぐ好きなことを仕事にしたいっていう思いは分かるんですけれども、そこはその愛を信頼していきましょう。でこの現実が変わっていくっていうジャーニー、この旅を楽しんでいきましょうね。良くなってくるから。であなたの仕事は、ね、現実を変えるのがあなたの仕事じゃなくて、あなたの仕事は自分のムードを守ること、あなたの仕事は自分の機嫌の舵を取っていくこと、あなたの仕事はフォーカスをどこに当てているのかっていうのを選ぶこと、あなたの仕事は愛を選ぶこと、あなたの仕事はありのままの自分、美しい自分を許して自分を愛してあげて、他の人にもその愛をできればちょっと流してあげて、優しくしてあげるっていうこと、それだけでいいんだよね。でそうすると絶対自分の発言と行動が変わってくるから、絶対科学的に現実が変わっちゃうんですよ。いい方向に絶対変わってしまうんですよ、ね、だから努力で現実を変えるとか、今すぐ変えるっていうことはもう手放しちゃっていいの。絶対変わるから。だからある意味信頼が必要ですよね。え、こんなに甘えちゃっていいの？甘えちゃって、マジ楽しんじゃって、リラックスしちゃって、夕方の時間とか楽しんじゃって、読書の時間楽しんじゃって、本当にで、なんかテレビとか見てて機嫌が悪くなっちゃったっていうのも、テレビ消しちゃって、で散歩行っちゃって、楽しんじゃって、甘えちゃって、自分をぐるぐる愛しちゃって、自分の波動を高めちゃって、甘えちゃってください。それが大切なのね。で自分で甘えることができる、自分で幸せになることができるっていう風になると、他の人にも甘えちゃっていいんだよ、他の人も幸せになっていいんだよっていう許可を与えたりすることができるようになってくるのね。でそうすると自然に自分の運の流れも流れ変わってくるのよ、ね、運がいい人ってなんか甘えてるじゃん、なんかニコニコしてて、あの人ついてるよねって、あのそんなのついちゃってるのキャーみたいな、もう甘えちゃっていいよ、もう本当に幸せになっちゃっていいから、ね、それが自分と合うんだったらやってみて、でもね、それがちょっと、いや、ちょっとそれ今のはなんか微妙なんですけど、みたいな感じだったら、それは自分と合ってないっていうことだから、自分は違う方向性があるっていうことなんだよね。だから自分の合うことをぜひやってみていただければ、僕は幸せです。OK!